はい、どうもケニーです。よろしくお願いします。ということで今回もバンティラシューやっていきましょう。ということで、はい、今回ですね、海軍本部元帥杯が、見事あえ復刻したということでおめでとうございます。はい、ということで、まあここら辺ね、皆さん、まあしっかりね考えて、ゲットしてもらえたらなというふうに思うんですけども、まあ意外に安く、ゲットできるんじゃないかなというふうに思います。うん、まずチケットがですね、赤チケがまあ売ってるんですけども、まあ、2,940円×4枚、はい、こちらがですね、まあ、売ってるということで、まあ、これでね、確定まではちょっといけないっぽいんで、はい、こちらですね。まあ、なんで、これをまずね、4つ、まあ、ゲットしていただいて、まあ、これで1万2000円ですね。はい。そしてさらに、10枚分の、SP チケットをちょっと貯めないといけないということなので、うん、まあ今のね2940円のやつを買って、これをやると SP チケット、この赤いのチケット1枚につき、SP チケットが10枚もらえると、うん、いう風になってるんで、まあそれがね、2940円×4なので、ステップ4まで、いけることができると。はい、でゲットするためには、こちらですね、ステップ5、はい、こちらまで行かないといけないので、この SP チケット10枚をですね、はい、こちらのステップアップガチャで、当てていくと。まあ、なんで2周すればいいので、まあ、意外に早く溜まるよね、これね。60の、10、150、まあ、300連したらね、いけるという感じですね。はい、まあ、なんで、ダイヤ換算すると約1500個かな。はい、1500個で赤犬が確定という風になってるので、まあ、安くはなってるんですね。はい。ただちょっと現金換算するとチケットがまあ5500円2枚で、前回行けたはずなので、ちょっとそこは値上がりしてんのかな。はい、なんかまあとりあえずね、ダイヤで消費する方がまあほとんどだと思うんですけども、はい、まあ1500個で確定できるんで、あ、皆さんぜひともね、ゲットしてみてくださいと。うん、まあここまではいいんですよ。はい、やっぱり、この後、出てきたやつね、これめちゃくちゃやばくないですか？この神ガチャっすよ、また。また神ガチャで、もう、ついついすぐ1枚購入してしまいました。はい。それがですね、全キャラ、確定と、あ、全キャラっていうか、星4がね、確定のこれですね。これ、えぐないですか？10連すべて星4キャラ確定。しかも今回なんとですね、フェス限のキャラクターも、ということで、これは俺だいぶいいと思う。しかもこの金地系、1枚あたり、980円なんで、これに関して言うとね、俺はマジで購入した方がいいと思います。はい、こんなにいいガチャ、そうそう来ないです。はい、まあなんでね、せっかく今回、それ購入してきたんで、まあちょっとやっていきたいと思います。まあ、赤犬の復刻とね、まあこれがね、重なってるんで、まあ結構ね、皆さんも渋るとは思うんですけどもね、これはね、もう育成面、他の持ってないキャラクターを持つ、大チャンスになってる神ガチャです。もうこれは神ガチャです。はい。まあなんでね、見ていきたいと思います。行きましょう。10連やっぱり星4キャラ確定はでかいよね。さあ持ってないキャラクター、100になってないキャラクターがどんどん当たればいいんですが、さあどうなってくるか。いや気持ちいいわ、ほんまに気持ちいいこの画面。あー素敵素敵ですね。これで俺も今ちょっとコロナ感知しそうです。はい、ということでいきましょう。さあまず1体目、さあ誰だ。あーゴリチョパですね。ゴリチョパはまあいらないかな。さあまたコーラゲーが始まりそう。さあこれは誰だ。あーいいぞー。あーこれはありがたい。ナイス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 。はい、そして、続いてがこれと、ちょっとフェスが当たってほしいですね。おー、これは熱いですね。まあ100なんですけども熱い、いいねこれ。さあ続いて、アタッカーの、若ドフィ持ってない方からしたらこれめちゃめちゃ羨ましいっすよね。はい、ということで若ドフィがなんと2連チャン。さあ持ってないキャラちょっと当たってほしいな。そんなことある？ガチで。はい、ということで、まあ、フェスがなんと3体連続と。で、続いてが、ジョズ。あ、いいね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 。これはいいね。はい、ということで、ジョズゲッチュと。さあ、続いてが、
あーパンクロール、はい、ブルックですね。はい、まあ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 と。いや、このガチャめっちゃいいわ。これはいいぞ。うん。あ、猫マムシ、これも100じゃない。いや、でかい。本当にでかい、このガチャ。いや、でかい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 。さあ、もうラストぐらいかな。誰？あー、最近100になりました、君。はい。確か、あー、なったね。はい。ありがとうございます。誰だ？あー、バルロメね。はい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 。いや、このガチャ強いわ、マジで。これは神ガチャですわ。これはね、俺ね、980円安いと思うんで、これね、俺は引いておいた方がいいと思います。マジで。はい。まあ、フェスゲンね、こういうドフィ2体とか3体並ぶとか、はい、っていうこともできるんでね。ぜひとも皆さん、これ、やってみてください。はい、そしてですね、まあ、今回、イベントミッションで杯誕生日記念ということで、ダイヤ意外にもらえる、2個、まあ、2個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 5個と、はい、そして1個1個という形でね、はい、もらえてくると。そしてですね、このメダル、海軍専用にはなってくるんですけども、14%メダルがゲットできると。いや、これはかなりでかいと思います。はい、ってことで、まあ、こんな感じかな、今回来たやつで言うと。あとあれですね。はい、そしてさらにですね、こちらシーズンプレイバック、はい、こちらが見れるようになってると。はい、まあ、これを振り返るを押していただくとですね、はい、こういう形になっております。最高順位がですね、前回2237位とで、スコアが6119と、でなんかいろいろ褒めてくれてますね。はい、で、まあ、勝率が 51.98% と、で、MVP 率がね、15.9% と、まあ、グッドが267と、はい、もう全然バウンティやってないですね、この人ね。はい。ということで、まあ、こんな感じですね。で、まあ、使用のね、勝率キャラとしてね、こういう風にも出てくると。いや、これは面白いですね、またね。はい。はい、これは面白いですね。で、まあ、ステージによって勝率が出てくると。鬼ヶ島ステージが 46%。で、アラバスタがかなり優秀ですね。あー、これすごいですね。これすごいわ。これすご。すごいな、これ。はい、ということでですね、まあ、一回ね、ガチでやってみて、シーズンプレイバック、皆さんに、かなりいい成績を見せれるようにね、ちょっと、体調が戻り次第、やっていきたいと思いますので、ぜひとも応援よろしくお願いしますと。はい、いうことでですね、今回いろいろあったんですけども、やはり気になるのは、やっぱりあの神ガチャ、はい、そして赤犬の復刻なのでね、ぜひとも皆さん、神ガチャ、赤犬の復刻、頑張ってみてください。ということでですね、今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。じゃあね。